オドベノケトプスは、新生代第三期先進予において、現在のペルー近海に生息していたクジラ類の絶滅した属。3頭のオドベノケトプス。体長約3メートル。外観上最も目につく特徴としては、アシメトリーが異様な、右側のみ1メートル以上まで長大化したオスの牙が上げられる。これは、原生の一角と同様摂取が伸びたものであり。 外から見えない部分も合わせると1.3メートルを超える。しかし、反対側の牙は25センチメートル程度に過ぎなかった。メスは、双方の牙は同じ大きさで小さかった。この牙は、オスの性的ディスプレイや厳正する性打ちのそれのような、海底の餌の捕獲に重要されたと思われる。後者の目的を踏まえてみると、寸詰まりの顔立ちの類似性もあり修練進化が見て、 取れるただし、それほど丈夫ではなかったため、防御用の武器とはなり得なかったであろう。体型はずんぐりとしており、それほど早くは泳げなかったと思われる。泳ぐときは、牙は胴体の軸に対して平行にしていたと思われる。また、上顎近辺の骨には強力な筋肉が付着していた痕跡が見られ、正打ちと同様に上唇はよく動いたと推定される。 頭部の形態は、白ラ類としては異様な外観であり、耳骨がまいるか状か特有の形質を示していた。当初はそれにもかかわらず、オドベノケトプスがクジラであることに同意する研究者は、多くはなかった。この属には2種が含まれるが、モシ種であるオーペルビオネスは、糞が短く眼下は前方へ向いていた。また、ゲイロは失われていた可能性が指摘されている。 おそらくこの種は高周波エコロケーション能力を失った、代わりに両眼視で餌を探していたのではないかと推定されている。一方、オーレプトドンは、糞がやや長く眼下は側方へ向いており、頭骨にメロンを収めるスペースが存在していたと推定されている。体型の点からも、他のイルカなどのように高速で遊泳して魚を捕食するのは難しかったと思われる。 おそらく熱い唇で海底の泥の中を漁り、生打ちなどのように貝類を食べていたと思われる。外敵としてはメガロドンが挙げられる。同じ地層からこのサメの葉の化石が出土しているためである。ありがとうございます。